20日の試合でホームランを放った前川右京選手が怪我から復帰してライトのレギュラー争いに加わってきそうです。現在の怪我の状態、そしてホームランの時の体が開かない素晴らしいバッティングの写真、こちらを見ていきます。左側が2022年のフォーム、そして右側が2023年の新しい構えですね。バットがより倒れたことによって脱力できるようになった。そしてオープンスタンスを極端なものから少しスクエア気味に戻したと。これが新しいフォームになります。フォームというのももちろんなんですけれども、体格が、ここの期間半年ぐらいしかないんですけれども、一回りも二回りも大きくなって、バッティングのこの構えた時点で威圧感がある、そんなフォームになっているかなというふうに思います。前川選手の20日のホームラン、日刊スポーツさんから前川選手のコメントが出ています。中日の育成の左投手、松田投手の外の直球をレフトにホームランと、左ピッチャーの外の直球を開かずにホームランが打てたと。前川選手のコメントは、ちょっと走り打ち気味になってしまったんですけど、めくれずに打てたかなと、一球で仕留められたのは良かったですというふうに語っています。おそらくこのめくれずにっていうのは、右足が開かずに、そういった感じだと思います。しっかりと開かずに直球を仕留められた、これは素晴らしいバッティングですね。一方、課題についても語っておりまして、次の打席、祖父江さんに完璧に抑えられた、一軍で活躍するためにはそこでしっかり打てるようにしたいということで、一軍級のピッチャー、特にインコース攻められた時とかもしっかりと対応できるようにというふうに課題を語っています。では前川選手の全く開かなかったこのホームランのインパクトの瞬間の写真を見ていきます。20日のホームランの瞬間の前川選手の写真です。左側がこれ、ボールがもう矢印のところまで来ているんですけれども、全く開いていないと。下半身の方は若干、もちろん打ち始めるフェーズに入っているんですけれども、上半身に関しましては、むしろ逆にねじれているぐらい、背番号がもう見えているぐらいな感じで、いわゆる割れっていうのがしっかりできている状態です。そしてインパクトの瞬間が右の写真なんですけれども、体が開かずレフト方向に向いた状態でしっかりとインパクトできている素晴らしいバッティングでございました。では前川選手、そろそろ怪我から復帰というところを見ていきましょう。前川選手、怪我から復帰へというところなんですけど、左上肢のコンディション不良、左肩とか左手とか、投げる側ですね、こちらの怪我によって2軍スタートということになりました。前川選手は開幕まであと1ヶ月あるので、下克上の気持ちで下から這い上がっていきたいですということですね。開幕1軍うまくいけば上がれるぐらいの怪我の状態というところですね。怪我に関しては今のところ、こういった状態、そして数日前からキャッチボールを再開していて、試合前の練習では約20メートルほどの距離で8割9割ぐらいの力でボールを投げ込めるようになったと。この左上肢のコンディション不良もかなり良くなってきていると。そして次のクールから守備練習も再開するということですね。外野の特にライト争いアピールしている選手が多いですから、前川選手もそこに加わってレギュラーの一人として、なんとか2023年シーズン戦っていってほしいなと思います。以上です。